こちらは京王線の調布駅です。今日はですね、深大寺にあった北郎茶屋がこちらの、ね、調布駅前の天神通りに再オープンするということでお招きいただきました。というわけで今日は北郎スポットを巡りつつ、その北郎茶屋へ行ってみたいと思います。新しい北郎茶屋もね、がっつり撮影させていただきます。時刻が11時間なんで、まずは北郎広場の方に行きます。水木さんの命日が11月30日なんで、それに合わせてね、いろいろイベントもあります。まだそのイベントは始まっておりません。こちらのパルコでもね、北郎イベントやってます。その横歩いて北郎広場へ行きます。だいたい徒歩10分ぐらいかな。私も初めて行きます。北郎広場へはこの整ったね、遊歩道行きます。完全に駅前ってわけじゃないですね。北郎とかのね、作り物がね、結構クオリティ高くて楽しみです。ただ子供たちがいたらね、ちょっと撮影しづらいです。大人の足でね、だいたい5分ぐらいですね。子供たちがいっぱいいます。ちょっとピンチ。到着しました。こちらが北郎広場です。北郎広場、すごい広場です。こちらに、ね、早速北郎がおります。北郎です。とてもね、グラデーション入っててね、出来がいいんですよ。素晴らしい。どっから見てもよくできています。とりあえず記念撮影します。こちらにヌラリヒョンがおります。いつの間にかね、座敷に上がり込んでるというヌラリヒョンです。悪そうな顔しております。これまたね、よくできてます。ヌラリヒョンおじさんです。こちらカッパの三平です。北尾とはちょっと違う。ちょっとね、ネズミ男チックな顔してます。あっちには呼ぶ子がおります。見逃すとこでした。呼ぶ子です。ベンチに座ってます。水木さんの、ね、妖怪が見たくない、なんか天秤になってます。ポツポツポツってあります。素晴らしい再現力。かなりね、水木さんの絵っぽくなってます。呼ぶ子です。子供たちがいっぱいいるので撮影は後にします。時間を空けてまでやってまいりました。普段はね、この姿だと思います。ご近所さんのね、保育園の子供たちが来ていたんでしょう。ってなわけでじっくり撮影していきます。さっき見たカッパの三平です。結構ね、髪の毛が尖ってます。こういうとこね、折られちゃったりしそうですよね。折られないことを願います。そんでもってね、中央にカッパがいます。子供たちね、普通にここ乗っかってました。ここかなり頑丈じゃないとダメですね。よくできてます。あ、一本足で立ってるんですね、まあ、鉄柱が入ってるんでしょうけど、子供が乗っても大丈夫なんでしょう。多分なんか押すってあります。なんだろう、特に反応なしです。なんか鳴ったのかな。あ、コーラーもついてます。こちらはタヌキ。よくできてます。で、あそこに塗り壁がおります。行ってみましょう。子供たちね、結構高いところまで登ってました。落ちたら危ないと思うんですけどね。一応ね、柔らかい素材のね、マット置いてありますけど、そんなに防げる感じでもないです。といってもね、こういうところからね、危機意識を学ぶんでしょう。ちなみにここが目です。ちょっと私も登ってみます。結構しっかりしてます。裏はどうなってんだろう。あ、裏は何もないです。ただね、この何もない感じもね、塗り壁っぽいです。塗り壁、あ、中ね、空な感じです。コンクリートかと思った。コンクリートだと倒れたら危ないですからね。なんか空な感じで、次です。北郎の家です。目玉親父の家かもしれないどっちだ。今なら独り占めです。この辺の屋根もよくできてます。藁っぽくなってる。下を支えるところもね、木っぽくなってます。
これはね、かなりしっかりしたね、製作集団が作っております。ここもね、しっかりしてる。これは木だ。それっぽい素材を使っております。中もしっかり作り込まれてます。あ、そこに保育園があるんだ。もう広場代わりですよね。登るときはこっちですね。ここから登っての、下もね、ちゃんと木です。あ、目玉親父だ。すげえ。あ、ここ鬼太郎気分味わえるわ。最高。父さん、今日は鬼太郎茶屋行ってくるよ。そうか、楽しんでこいよ。ここは非常にいい。誰もいなくてよかったわ。この目玉親父もよくできてる。父さん、父さん、いろんなアングルで撮りたくなる。気分は鬼太郎です。最高。で、こっちが滑り台になってます。滑り台はね、一旦モメントとかになってません。あそこに妖怪ポストあります。滑り台を降りた方が安全な気がするけど、こちら妖怪ポスト。あ、中入らないようになってます。いろいろね、ゴミとか入れられちゃいますからね。夢がある子はね、鬼太郎への手紙なんか入れるでしょうけど、心ない人もいますからね。屋根がね、硬いけどワラチックです。あとあそこに行ったもめがいます。最後です。誰も来ないうちに撮影していく。あ、これまた面白い遊具になってます。ぐねぐねしてます。ここをね、走り回るんでしょう。ここも結構角張っててね、落ちたら危ないですけど、多少はね、死なないうちにね、痛い面を見ておいた方がいいんですよね。これは一旦もめに乗れるぞ。夢が叶う。妖怪彦本マイル。小屋も生えてね、一旦もめにも乗れました。塗り壁も登れた。ヌラリオンの記念写真も撮れました。まあ、鬼太郎ともね、撮れましたけど、これは素晴らしい施設です。思っていた以上にテンション上がりました。特に最後の一旦もめに乗れたの最高でした。ってなわけでね、鬼太郎茶屋へ向かいます。トイレもね、鬼太郎チックになってます。まずこのね、マーク、男子トイレが鬼太郎です。で、猫娘で、車椅子が目玉親父です。中は特に変わってません。で、ここにはね、猫娘がおります。多分ね、なんか痴漢とかからね、見張ってんだと思います。こちらにはネズミ男がいました。ネズミ男はあかんですね。後ろは何もいなかった。こちらがね、ゲゲゲ鬼です。水木漫画の生まれた町調布では、調布市名誉市民水木しげるさんの功績を称え、命日の11月30日をゲゲゲ鬼とし、水木しげるさんゆかりの地をめぐるイベントなどを毎年開催しています。このだるまは調布の商店街を元気にと、水木先生が生前特別に書き下ろしてくださったものです。力強いだるまの絵が、七転び八起きという言葉とともに、調布の商店街の底力を感じさせてくれます。ちなみに現役の期間なんですけど、11月22日金曜日から12月1日日曜日までです。こちらに鬼太郎の絵が描かれた駐輪場があります。ありました。一旦もめんと鬼太郎と目玉親父、そして猫娘です。さらに、ね、妖怪ポストもあります。本物の郵便ポストが妖怪ポストになってます。ちゃんとそれっぽくなってます。こちらが天神通りです。鬼太郎がおります。看板の上に、ね、鬼太郎がおります。目玉親父もおります。ちなみに後ろ姿はこんな感じです。頭が丸いです。では天神通りの奥へ行きます。早速ね、また鬼太郎です。鬼太郎がね、座っております。目玉親父もおります。おい、鬼太郎で、ね、鬼太郎の絵もあります。ではさらに奥に行きます。調布、上りがあります。ウェルカムトゥー調布。水木漫画の生まれた町です。天神通り時代はそんなに、ね、長くないです。あそこ奥が見えます。奥に神社があります。こちらにも現役のポスターがあります。街中にね、鬼太郎がいっぱいいます。こちらも現役を応援しております。むむむ、ネズミ男はおりません。ネズミ男お直し中でした。残念。ネズミ男はね、これ寝てるんですけどね。
ネズミ男の絵です。あそこにね、猫娘がおります。一旦もめに猫娘が乗っています。乗り方がね、可愛いです。縦膝ついてます。猫娘っぽいね、座り方です。で、こちらには一旦もめと猫娘の絵です。あ、塗り壁発見です。塗り壁がおりました。塗り壁、何でもね、塗り込めてしまいます。で、下には塗り壁の絵があります。至る所にね、現役応援していますのポスターがあります。奥にね、神社があります。最後のポイントにも鬼太郎がおります。絵が違います。鬼太郎の頭に目玉用紙が載ってます。こっちも看板の上に鬼太郎がおります。ライトがついてます。夜はライトアップされるようです。あと6分で入る時間です。鬼太郎茶屋の車を発見しました。鬼太郎ファミリーがいます。後ろにもおります。こっちは、あ、こっちもいます。鬼太郎ファミリーです。あずきとぎ、呼ぶ子、こなげじじい、猫娘、鬼太郎、砂掛けばばあ、ネズミ男、座敷わらしかな。一旦もめ、塗り壁、謎の鳥がいます。鬼太郎茶屋です。花がね、送られてます。お店の前にはね、大きな人形が売れます。郵便ポスト一応穴ありますね。何か入れられるようになってるのかもしれないです。お土産をいただきました。後で開けます。本日はご招待の方のみのプレオープンです。明日が本格オープンです。こういったね、バッグがあります。ちゃんちゃんこ風のね、チョッキもあります。ちゃんちゃんこもあります。鬼太郎のね、御朱印帳もあります。あと鬼太郎茶屋限定のね、根付け。マグカップ。アクリルマグネット、こちら21周年のステッカーです。テレビくん、テレビマグネット。ではね、店内行きます。下駄です。これね、子供に履かせたいですね。ショップでのお買い物5000円以上でノベルティ等々プレゼント。シールくじ売ってます。この辺は T シャツです。本日プレオープンのお客様限定でもご用意してます。数字の方でシールくじ引き購入できます。手拭いです。これは猫娘ですね。魚がいっぱいです。これは塗り壁。これはカッパの三平。鬼太郎ラムネもあります。塗り壁が並んでます。
これは悪魔くんの魔法陣プレート。ラーメン丼もあります。こちらは妖怪砂フィギュア。砂でできてます。アクリルスタンドもあります。キタロウ折り紙、キタロウイロハカルタ、キューブパズル、花札もあります。トランプもあります。もう一通りあります。キタロウの剣玉、ゲゲゲのキタロウハラハラ人玉退治。こちらは貯金箱ですね。ホッピーです。鬼太郎茶屋ホッピー。カレーもあります。こちらポストカードです。普段から、ね、店内撮影 OK です。マナーを守って撮影すれば OK です。さすが SNS 時代に対応しております。でこちらは OK です。こちらはカッパの三平、こちらは目玉ヤジ。お風呂合ってます。トイレットペーパー、センスもあります。キタロウみくじ、妖怪鉛筆です。消しゴムもあります。こちらはロケット鉛筆、持ちにくそうな感じではあります。ただ個性的です。一つ一つキタロウファミリーの顔が描かれてます。こちらはクリアファイルです。メモ帳なんかもあります。こちらはステッカーです。こちらはノート。こちらはピンバッジ。悪魔くんが植えています。こちらはドラレコステッカー、容器アンテナ反応中ビビ、カッパの三平のピンバッジもあります。オノマトペキーホルダー、
ちょっとね感じの違うステッカーです。この辺はシールですね。根付けクリアマグネットもあります。こちらはマスキングテープです。こちらはタオルです。ここにも手ぬぐいあります。皆様は再入店もできますので、お疲れな方も遊びに来てください。店の方は12時から1時間はお店の休憩。こちらは食べ物です。妖怪人形焼き、鬼太郎ファミリーの顔です。こちらはファミリークッキー、だんだん串団子、美味しそうです。桜ショコラクッキー、手焼きせんべい、うまい棒なんかもあります。チーズ味ですね。鬼太郎のちゃんちゃんこの黄色でしょうか、それともネズミ男の黄色でしょうか。どら焼きもあります。これ前食べました、美味しかった。ちゃんちゃんこサンドクッキー、カスタードカステラ、おまんじゅうです。柄が目玉焼きです。テイクアウトメニューはこんな感じ。大山牛乳ソフトクリーム400円、厳選いちごソフトクリーム、ミックスソフトクリーム、牛乳&いちご、目玉の親自慢、一旦もめのマフラーです。アイデア商品です。裏表顔がついてます。裏表顔がついてます。ソフトクリームいただきました。ミックスです。目玉親父のクッキーが乗ってます。鬼太郎茶屋の刻印が入っております。このスプーンも持って帰りたい。お店の外に塗り壁のベンチがありました。これ見過ごしてしまうかもしれないです。ここチェックポイントです。こっちが天神通りで、その横です。塗り壁よく見たらね、手すりに手もついてます。ではいただきます。うまい。ソフトクリーム美味しかったです。でね、このスプーン食べ終わって気づきました。一旦もめでした。この目が合うとないとではだいぶ違います。このカラーコーンもね、心なしか鬼太郎に感じます。妖怪にカラーコーンにされちゃったのかな。あ、お化け、妖怪お化け草履も応援に駆けつけました。ちょっくらね、いただいたものチェックです。目玉親父のミニ太郎いただきました。まだ入ってます。お、鬼太郎の根付け、ゲゲゲの銀根付け、チリンブラン、可愛い仲間と豆鈴がチリンブランと揺れている。まだ入ってます。お、鬼太郎茶屋のアクリルマグネットです。ありがとうございました。というわけでね、11月20日からオープンです。鬼太郎ファンはね、ぜひ来てみてください。